はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで今回は天空の闘技場やっていこうかなと思うんですが、今回はねこの天空の闘技場においておそらく一番インフレした戦いができたんじゃないかなと思い、今回は動画化してまいりました。いやこれねマジで強くて、何が強いかってまあ見てもらったらわかるんですが、多分この試合を超えるほどに強いデッキはそうそう現れないんじゃないかなって思うくらいめちゃめちゃチート級のプレイができたということで、早速皆さんに見ていただきたいなと思っております。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。よしやっていこう。先行、そしてカードは金のカードパック、金のカードパック、銅のカードパックということで、これはこのままでいきましょう。さあということで次はどうするんだっけ。美容院ね、みんな大好き美容院。やっぱ美容院にいい思い出しかないからね、正直美容院が来るとね大体いいこと起きるんで、さあここでレッドアーチャー、キラーマシン2、ゴールデントーテム、アイアンナイト、スライムジェネラル、マルティナということで、マルティナは結構いいね。スライムジェネラルに関してもテンション系がめちゃめちゃ強いんで、これは結構ありがたいね。で今ゲットしたシルバーじゃない銅の方だとちょっと微妙だね。アイアンナイトはなんだっけ、ヒーローカードがないんであんま使えないし、ゴールデントーテムもコイン系ないんであんま関係ないと。でキラーマシン2に関しては建物カードがないと使えないんで、それが厳しいんですが、さあお相手メダル王女、回復お願いいたします。お願いいたします。いやでもねメダル王女はちょっときついね。だってメダル王女さ、普通スライム系めちゃめちゃ出しまくるからさ、かなりめんどくさいんだよね。さあということでここでまずはお相手ポンポコだなき。いやめんどくさいよ。しかもここでテンション系はお相手普通に強くない。何このインフレした盤面。まずはテンションアップします。まあレッドアーチャーに関してもすごい強いんで、まずは2点ダメージを与えますからのマルティナを出すことによってランダムでメダル王女を倒すことができる。蹴り倒してあげる。さあまずはこれで前列に誘惑してあげる。でからの7点ダメージ与えてあげる。まあ1体は多分倒せると思うんだけど、メダル王女ポンポコダヌキは倒せるかなって感じがするんですが、どうでしょうか。さあここで立っていられました。うん、普通に立っていられました。しかもテンションアップに関してはまあテンションが溜まってるんであんま関係なしと。さあまずレッドアーチャーのテンションじゃない HP を上げてからのキー、やーこれはちょっとゲルニック将軍も魔法系ないんで、相手がまあ金のカードパック使うたびにテンションが上がるというのは非常に強いんですが、ちょっと微妙かな。癒しの波動。さあまずここで回復をしていく。まあしょうがないかな。しかしながらマルティナで結構ダメージ与えられたのはでかいね。1体でもジョクれたのはかなりいいんじゃないでしょうか。ということでここでいやもう本当にメタメタメタプチメタルはかなりインフレしすぎ。さあということでここで攻撃が下がったんですが、まあレッドアーチャーの攻撃力に関してはそこまでもう下がってもあんま関係ないんでいいでしょう。さあということでここでまず3点ダメージを食らったんですが、これはまあメダル王女確実に除去るのが一番いいですかね。さあまずここで、レッドアーチャーの前に宿屋を置いて4点、おーおーおーおお、なんだなんだなんだ、ああれか、これで4点ダメージメダル王女倒します。で回復をしてさらにカードを引いていくと、で4点ダメージでエンドを守るといきましょう。さあこれで宿屋を使ったことによって回復をしつつさらにカードをゲット。道具屋、待てよ、これあるな、キラーマシン2あるな。今建物カードが2個出てる状態なんで、もう1枚何かしらが来てくれたら可能性はあるな。さあということでお相手ここでイエローなんたらを出したことによってファーラットが出てくると。でさらにこの、なんかよくわからん王子が出てくると、あなたの涙の姿を、いやドラクエ10ねやりたいね。やっぱりなんかずっと言ってるけどさ、ずっと言って結局やってないんだけどさ、ドラクエ10めちゃめちゃやりたいんだよね。さあということでここでさらにテンションが上がりやすくなったと、あれが来たことによってね。さあということでここでスライムジェネラルからのテンションアップで、まずは全体2点ダメージ、これは強いね。でさらに回復もできるんでかなりいいんじゃないでしょうか。まずは3点ダメージを先に与えることによって全除去。まあプチメタルとイエローなんたらは残るんだけど、なんだっけこいつ、イエローファットか。もうリサポチーノ。さあこれでまずはさらにこれは完全に忘れてた、今までマルティナの存在忘れてた。しかしなんだこのインフレしまくった場面は、スライムジェネラルを出しつつさらにダメージを与えまくりつつマルティナで除去もしていく、こんなインフレした場面がかつてあっただろうか。さあこれで爆裂剣が来たんですが、これはスライムジェネラル守ってくださいね。さあこれでおマルティナ生存、これは熱すぎ。さらに3丁ということでかなりやばい、相手としてはやばい盤面なんですが、さらに僕にはこんな感じでキラーマシン2もある上にゲルニック将軍とかめちゃめちゃいい感じなんで、まあ、とりあえず3丁除去って10点ダメージ与えたらいいんじゃないかなって感じがするんですが、ベロベロ、まあ、そんなに欲しくないんでいいでしょう。まずは美容院でスライムジェネラルが変身できるようにしていって、さらに道具屋、あそうだ、お3つ溜まった。でキラーマシン2やばすぎ、
やばすぎ。なんだこのインフレした盤面は。しかも強いのがこれ、美容院を出したことによってスライムジェネラルで攻撃してダメージを受けてもスライムジェネラルが9コスユニットになるんで、やばすぎやばすぎ。いや、うおうおお、ニズちゃん、よかった、こいいね。いや、これはもう価値格盤面でしょ。キラーマシン2の安心感がすごすぎ。死亡時効果やば。テンション上がってカード引くと、さあムードが出てきましたが、関係ないと、死にしてやろうと言っておりますが、ニズゼルファ、マルティナ、レッドアーチャーは残ったまま。レッドアーチャー最初に出したのに結局ずっと残り続けていると。 OK、 対戦ありがとうございました。これは天空の闘技場で一番インフレした戦いだったんじゃないかな。